おっす、おら、オラタクロろう。おっす、おら、たくはい。ということで、おっす、おら、クローはい。おっす、おれ、よしたに。おっす、おれ、よだな。おっす、レヨシタニまあ、これは後で話しますけど、YF さんからですね、また送られてきましたよ。で、YF さんの動画見たらですね、今日話すことないんです、みたいな。すいません。これ、他の方は見てるかもしれないですけど、すいません。YF さんへの向けた動画なので、見なくていいです。すいません。 YF さん専用動画です。すいません。他の方見ていただいてもいいんですけれども、YF さんに向けた、YF さんから送られてくるんですね、動画が。他の方は見なくても OK です。YF さんに当てた動画ですから。はい。ということで、YF さんがですね、今日動画送ってきたんですけど、あれ、シャさん今日話すことないんですつってって、なんか、うん、5分終了ですよ。僕はですね、2つ、今日はビッグニュースがありますよ、YF さん。まずですね、1つ目のビッグニュースは、 まずですね、車がエンジンかかったとついに僕のエンジンが始動したといやーほんとね1ヶ月以上車乗ってないんでマジでね今日電話ねいつもですねそのお大丈夫っていうかその車屋さんに今直してるんですけどあのずっと電話ないんですよで僕が1週間に1回ぐらいどんな感じですかみたいなで基本的に僕から電話してたんですねいやいやそっちからちょっと報告してくれよと思ってたんですけどで今日 もう初めてではないんですけれども相当久しぶりに電話かかってきて「やりました」と「エンジンかかりました」と「いい音鳴らしますよ」みたいな「マジスカーみたいな感じで車が直ったとであと今配線とかいろいろもうぐちゃぐちゃらしいんで、まあ、それをいろいろやったりとかしてまあ3日ぐらいとか4日まあ週明けぐらいになるんじゃないですかねまあかかるとまあとりあえずエンジンかかってよかったです いや、よかった。エンジンかかりましたよ。で、まあ、それはまだ、まあ、えー、車が直ったんで、まあ、そのうち、車取りに行って YF さんのところにもですね、一回、その、YF さん乗りたいって言ってたんで、いいでしょう、今回。いいでしょう。特別に、0円で乗せてあげますよ。本当だったらです本当だったら20万払わないといけないんですよ、YF さん。いいですか ?20 万。ちょ、転売で今稼いでるらしいですから、まあ、ちょっとね、ガソリン代ぐらいは、ガソリン代ぐらいはね、これね、 吉谷さんといつもお世話になっておりますとガソリン代ぐらいはよろしくお願いします大丈夫です YF さん YF さんガソリン代行払うじゃないですか大丈夫です僕倍返ししますから倍返しね倍返ししますよ倍返し僕はね倍返ししますよあのこの前ですね僕のコンサル生から LINE いただいたんですけどあのなんだっけなギブキングオブギブ,ギブみたいなギブオブギブ ギブ,のギブの精神が僕一応あるのでギブ・オブ・オブ・ギン・キングみたいなギブ・オブ・キングがギブの吉谷みたいなねはい吉谷さん2つ目のニュースいきましょうついにですねついに今日本日なんですけどまあちょっと今日付回っちゃったみますけど日付回っちゃいましたけどすいません今時計ないんだね時計どっかに時計あ,あちょうどいいのがあった ほら、ほら、ほら、ちょうどいいのが出てきた。でもすみません、時計が見当たらない。すみません、時計ないな。どっかにある。すみません、ないですけど、日付もありました。で、えっ、ー、と、昨日で、昨日ですね、今、撮影してるのが、さっきライブ終わったんで、ライブ終わって撮ってます。で、なんと、昨日ですね、ヨシタニアプリ、ヨシタニアプリ、Apple、えー、の iOS に申請です。ついにヨシタニアプリ、これリリースするんですけれども、 今日ですね、梅田さんとこうやり取りしてて、えー、吉田さんと、まあ、今日フェイスブックでメッセージ来て「吉田さんとそのアプリのアイコンどうしますか?」と「ちょっと支給ください」っつって「あやべえと」と作ってなかったと思ってで「すよ。で、えー、梅田さんにサンプルを送ったら僕が最初に作ったアプリのアイコンを梅田さんに送ったら「吉田さんとこれなんか亀仙人みたいですね」って言われたんですね。亀人。 ちょ孫悟空やなと。じゃあ、梅田さん、ちょっと待ってください。孫悟空みたいにするんで、もう一回アプリのアイコン作り直してもいいですかわかりましたみたいな感じで、作りましたよ。僕のアプリのアイコン。<laughs> どうすかこれ、はい。今、悟空があるんですけど、はい、悟空ね、はい。あ、これはないな。元気玉のやつなんで。 僕ね、ドラゴンボールめっちゃ好きなんですけど、これコンサル生の,の人から頂い,いたんですけど、僕めっちゃ悟空大好きなんですね。パクりました <laughs>。どうすかどうすかおすほら、吉谷。どうすか、これ。いや、これ、これアプリのアイコンですよ。吉谷アプリ。まさに吉谷アプリですよね <laughs>。吉と。で、これね、実はですね、あのー、 まあ、今日これね、10分くらいで作りました。多分10分くらいで作ったんですけど <laughs>、その梅田さんから、まあ、最初の原案は違います。最初の原案はちょっと違う感じだったんですけど、梅田さんから、これ亀仙人みたいですねって言われて、あ、わかりました。じゃあもうドラゴンボールみたいにしますみたいな感じで、これにしました。これが僕のアイコンです。アプリの。アプリのアイコン。で、これ実は、ちょっとね、意味合いがありまして、僕のこの吉谷 の吉谷の吉ってあるじゃないですか吉でよくその宝あのおみくじ行くと大吉行くとよっしゃーみたいになるじゃないですか「小吉」みたいなあるじゃないですか。で僕のアプリをダウンロードすると、まあ、無料コンテンツたくさんあるんですけど、まあ、その実際そういったコンテンツをまあ活用して、まあ、ビジネスにつ,つなげればこのアプリを通して大吉にするのも、えー、小吉になるのもまあ 損はないとあの大吉にあなたの自身の力で大吉にすることができますよみたいな何かここに「大」をつけるのか「小」をつけるのかそれはあなたの行動次第みたいなメッセージでちょっと伝えていこうかなどうですかここに「大吉」「大」をつけるのか「小」なのか「大」か「小」なのかそれはあなたの今後の行動次第ですよみたいな感じでこのアプリに含まれてるコンテンツをやって頂ければ あのビジネスに役に立つというような意味合いでこれにしました重いメッセージはでこれ基地じゃないですかだから今日ではないですよね基地要は何があるかっていうと今回のアプリはアプリを開くだけでポイントを申請できるんですねアプリを起動するだけでポイントが普及されるわけですよでそのポイントがたまると僕の有料の商品だったりとか引き換えができるっていうね 素晴らしいこの素晴らしい機能がついてるんですけど YF さんこれね個別で個別にポイントも結構普及できるんですよ個別でポイントねポイントですよポイントですけどね YF さんが YF さんは現金でこうあのガソリン代ですと主さんと今日は来ていただきありがとうございますもらうじゃないですかわかりましたじゃあ倍返しで3倍ぐらいのポイントつけますよ <laughs> その現金どうですか 今、ポイントもお金ですからね。まあ、僕のポイントは、まあちょっと、あの、僕のマーケット、僕の、まあ楽天もそうじゃないですか。楽天市場も楽天のポイントを楽天でしか使えないですよね。僕の吉谷ポイントも吉谷市,吉谷市場でしか使えないっていう <laughs>、はい。まあそういうこれ、どうですか。これね、僕的にね、こう、こう15分ぐらいでこれ作ったんですけど、どうですか。吉谷アプリの。 僕的にちょっとかっこいいなと思ってるんですけどどうすかねもうマジで孫悟空か吉谷かって感じですよねいや僕の中でこれ結構いい出来だなっていうこのこれ自分で作りましたからね自分で今日15分ぐらいではい作りましたよはいまあ僕ねあの結構僕ドラゴンボールが好きだっていうことすいません10分になっちゃいそうですね5分にしとけって言ってるんですねすいません今日はねニュースがあるんですいませんね ちょっとちょっと厚く語らせてくださいよ。ね、ぼや、ぼや、ぼやけじゃね厚く。僕はですね、もうちっちゃい頃からめっちゃドラゴンボールが好きで、もうドラゴンボールめっちゃ見てたんですよ。まあドラゴンボールとミニオン、あ、ここにもあります。あ、あったあったあった。あられちゃん、どうすかこれ。あられちゃん、きーきキー,キーこ鳥山明先生が僕好きなんですけど、きーこれ買いましたよ。はい。で、これほら、こうこ、こうね、亀仙に。ほら、これ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 、ほらほらほら,ほら,ほら,ほら これは、あの、鍋ちゃんと転売回ってる時に売ってて、で、これ1500円ぐらいだったかな。これはすげえと。ドクタースランプとドラゴンボールがコラボしてる。これはすげえっつって、思わず買っちゃいました、フィギュア。フィギュア僕買わないんですけど、これは買っちゃいましたね。これはすげえと。で、これの亀仙に、まあ、知ってる方は知ってるんですけど、このマークですね。これが、これになったと。 どうすかいや僕ねほんと悟空好きなんですよねドラ,ゴンボールドラゴンボールめっちゃね好きですよまあベジータも僕好きなんですけどカカロットみたいなねあとクリリンねまああとギニュー特戦隊とか、まあ、本当にねあとあのあれですよねあの矢印塀とかね <laughs> まあ、ベジータ戦ねヤジロベが出てきてこ、ね、いい役するんですけどまあほね「ドラゴンボール」にはいろんなキャラクターが出てて本当ねあの「ドラゴンボール」の世界観が僕ちっちゃい時衝撃的で昔その「ドラゴンボール」の映画がやると必ず言ってました。 まあ、うち貧乏だったんですけどちょっと行かせてくれーっつって頼んで <laughs> でドラゴンボールの下敷きとか買ったりまあ映画館行くと下敷き売ってるんですけどドラゴンボールの下敷きもめっちゃ買ってたしあとねこれね絶対今持ってたらめっちゃ高く売れたはずなんですけど捨てちゃったんですよで小学校の時にカード出すっていうのが僕もう二十何年前かな カードダス20円入れるとカードが出てくるカード出すっていうのがあったんですけどそれね僕ドラゴンボールのキ,キラキラがあるんですけどあれね150枚ぐらい集めたんですねでそれずっと撮ってたんですけど引っ越しなんかのタイミングであ僕が高校中学校の時まで持ってたんですけど僕が高校行って親の実家を出た時に母ちゃんが処分しちゃったのかな。 なななんかそれでなくっなっちゃったんですよ多分今あれ持ってたらすすげー価格で売れてたと思いますめっちゃプレミアム今からするとめっちゃプレミアの金ピカのピ,ラピカピカのすげえの持ってたんで多分ね今あれ売ったら50万ぐらいになったんじゃないかなって相当あるんであった150万ぐらいで僕はお金なかったんで。 そのカード出すってこう,こう回すんですけどまあ何枚かに1枚こうキラキラがこう出てくるわけなんですけどもうみんなその時ドラゴンボール結構流行ってたんでカード出すでみんなこう並ぶわけですよでまあお金ないけど当てないといけないじゃないですかこう並んでるのをこう見て「よし」と「そろそろ出るぞと」と <laughs> 見極めですね「よし」と「よし」「並ぶぞ」っつって並んででカチャカチャって引いて えー、多分ね最高でで発目で当てたこともあ,るま,、まあ、ありま,すまあもちろんね全部がそのすぐ当てたのはないんですけど結構ねビックリマンチョコも結構やってたんですけどまあでもドラゴンボールのカードダスすげえやってましたねでそのドラゴンボール僕めっちゃ好きだったのを何なんですかねなんかなんかの形でなんかの形でこうなっちゃったっていうね <laughs> なんかね 思いはなんかその思考は実現化するってよく言うじゃないですか結構僕ねまあこれまあ結局多分このアイコンは大丈夫だと思うんですけど結局アプリの中身を見られるんでアプリの中身を見てまあダメだったらまた多分申請してくれると思うんですけど多分このアイコンは大丈夫だと思うんでこのアイコンでいきます、はい、いやすごくないですかこれこれですよこれがダウンロードできるんですよ で、iPhone とか Android のアプリに、これが、ピコーンってあるっていう。よしよしよし行くぞみたいなね。よし行、まあ、くぞ,くぞと。よしポイントゲットみたいな。すごくないですか吉谷アプリ。ついに形になりましたよ。はい、今日審査、まあ。昨日ですけど、申請、はい。1、2週間ぐらいかかるんで。まあ結果待ちですけど、これがついに。 無料ですから是非ねこうダウンロードして欲していかなといやめっちゃ嬉しいいやまさかね僕最初このアイコンのイメージ最初梅田さんから言われたのがまあ、情報商材みたいな感じの,あのニュアンスのア,プアイコン作ってますって言われたんですけど一応「吉谷アプリ」っていうこと言ってたんで「よし」っていうのは入れた方がいいなって分かりやすくいやこれになりましたよ。 しかもこれ自分で作ったんでこの,アイこのあれをうんなんか思い入れがありますね、はい、いやほんとね超嬉しいすいませんねすいませんぼやぼやくというかもう完全に自慢になってるなこれいやーこれ <laughs> めっちゃ嬉しいこれがア,あのアプリになったらマジでテンション上がりますねもうドラゴンボールも進む僕もうめっちゃ進みますからねそのアプリの中でドラゴンボール見ろみたいな ドラゴンボールめっちゃいいぞとまあ今ねまたその「ドラゴンボールね」ね F の復活みたいな感じでまた映画もねこの前やりましたけどもう何年まあ今「ワンピースが結構有名なんですけど僕はね「ワンピースより「ドラゴンボール」派なんですよ「ワンピースより「ドラゴンボール」派「ドラゴンボール」ー大好きまあアニメの中でも「ドラゴンボール」ですね「スラムダンクも好きなんですけどあと「 鬼塚,塚 GTO かあれも好きなんですけどいろいろありますよでもドラゴンボールが何アニメの中で何が一番好きですかって言ったら即答でドラゴンボールですねもうドラゴンボールに僕は勇気もらったというかねあのね悟空のねキャラがね超好きなんですよねなんだろうなあのマジテンション上がりますこれいやこれマジテンション上がる はい。ということで、えー、今回はですね、すごく、まあ、ニュースということで、あのー、なんだ、熱く語っちゃいましたけど、YF さん、すいませんね。5分にしましょうって言って、15分になっちゃいました。もう16分。まあいいでしょう。今回許してください。まあ結構テンション上がる。もう車も直ったし、え、直ったっていうか、まあエンジン、ようやくかかって、1ヶ月以上ぶりにかかったし、ね、 この吉谷アプリのアイコンがこれに決まったというかねこれ本当にね梅田さんが「あの亀仙人これ亀仙人ですね」みたいに言わなかったこれにならなかったんでなんかね縁ですねだ結構最初この色はその僕 R34 マガジンっていうのやっててその赤だったんですよここ最初。r 34マガジンンののアイコンので えー、R34 マガジンっていうのを、まあ、やってるのでそれの赤をベースにして、えー、ここに、まあ、ここの丸じゃなかったんですけど丸だった、まあきちって入ってたんですけど変わりましたこれに、うんはい「吉谷アプリ」ついに公式アプリいやこれはですねまあその損はないですよだってきアプリ起動するだけでポイントゲットできるわけですから損はないはずです うん、であとそのポイントを商品と交換できるっていうね、うん、起動するだけでポイントがたまってくってなかなかいい感じで、はい、いや嬉しいこれはだってちょっとね僕の中で嬉しいニュースですこのアイコンになったっていうまあアプリはもうリリースするっていうのは決まってたんですけど、まあ、その表紙ですよねその表紙を自分でこう作ったっていうのが あのこれが本当に世の中に全世界でまあねあのあアプリっていうのはダウンロードできますしその a p p l e s t o r e、えー、k i n d l e a p p l e s t o r e と、えー、Android のストアにこう並ぶっていうのはうんなんか早く見たいですねこれこれこれが形になるっていういやこれかっこよくないですかどうすかすいません 本当もう自慢、もうすいませんね。すいません。本当に申し訳ないですけど、完全なる自慢です。もう自己満足です。自己満足。完全なる自己満足です。申し訳ない。申し訳ないよ。申し訳ないけど、嬉しいんです。嬉しいんですよ。これね。だって僕ね、ドラゴンボールめっちゃ好きなんで、あの、フリーザ戦フリーザにベジータがやられて、 カカロットあと,頼んだかかと後は頼んだみたいなねとかねいろいろな名シーンがあるんですけどいやー今思い出すだけでも泣けてきますねいやめっちゃあのドラゴンボール楽しいですようん僕大人になってもそのまあ、えー、まとめサイトみたいな動画のまとめサイトみたいなのがあってそのドラゴンボールをまた全部見るみたいなね っていうのも前やってましたけど、今はもう時間ないんでやってないですけど、昔見てましたね。悟空めっちゃ好きやなかっこいいんですよ、スーパーサイヤ人になったとき。おースーパーサイヤ人みたいな。ね、フリーザ戦でね。クリリンガーみたいなね。<laughs> すいませんね。いやドラゴンボールいいですね。これ。ぜひ、あの、ダウンロードしてください。 まあもうもうこれ以上話すとずっと永遠にドラゴンボールとこの地盤話になっちゃうんでやめときますけどキーンということでぜひアプリをダウンロードしといてねねね,ねうあのぜひですねアプリをダウンロードしといてくださいお願いしますはい横山かわいくないですか もうドクタースランプも好きなんですけど、うん、はい。この荒れちゃんのキャラもいいっすよね。はい。荒ちゃんとこのね、まあいいや。もうこれ以上話すと。<laughs> はい。ということで、えー、え吉谷アプリ、まあ今月ぐらいにはリリースできるんじゃないかなと、審査具合ですけど、はい。いやー、楽しみでワクワクですよ。はい。いや、本当にですね。 このアイコンになったのが嬉しいもうもういいですかもうそろそろうざいでしょもううぜえお前みたいなね,ねもうもう思ってるでしょてかもう停止してるかもしれないですけどごめんなさいいやねたまにはですねこう僕もね自慢したいですよお自慢させてくださいよすごくないですか自分のアプリがこう出るっていうなかなかファンキーでしょ、うん、<laughs> なかなか僕結構すごい人だと思うんですけどねどうですか このの動画見てるさんアアプリ自分のアプリリ自分出せますなかなか出せないでしょう。すごくないですかもういいでしょう。たそろそろね、他の多分見てる人バッとしまくってると思うんで。まあそんなしないか。そんな見てないですね、ここまで。20分も見てねえな。<laughs> ということで、YF さん、今回はいや、本当にちょっと嬉しすぎてちょっと熱く語っちゃって、ドラゴンボールの話したらまたこう、またね、伸びちゃうんで。 ただで、ね、YU さん、あのー、車直ったら、本当に長崎まであの行きますんで、よろしくお願いします。まあ、乗せますよ。乗せますよ。まあ、ちょっとね、あ、そうそうそう。で、あ今週の <laughs>、今週の木曜日にですね、そのチョコさんと、チョコさんと NSX 計画が始動されます。今度。NSX 計画です。チョコさんと。具体的にこの NSX 計画、 を、あのー、NSX を2人で買おうぜっていう企画なんですけどこの NSX を手に入れるために販売プロポーション何やるみたいなこの打ち合わせも今,今週していくんですけどまあですねいろいろと、まあ、大変になりますけど大変になりながらまた楽しみというかね、まあ、仕事を楽しんでこう頑張っていこうかなとあ丸君もらったな。 毎日修造毎日頑張りましょう妹の元気のもと「君まろ」人生の地図 香方明営業のもうどんなシリーズやねんっていう <laughs> いろいろありますね毎日映画 <laughs> 上昇思考 <laughs> もうね <laughs> もうジャンルがない道を開く <laughs> 神との対話 <laughs> もう吉谷と西郷隆盛って <laughs>、まあどんな本読んでんだって話ですよね。はい、北野武、地道力 <laughs>、100億稼ぐ思考法 <laughs>、100歳の力 <laughs>、もうこの辺にしておきますか。 無駄にに生きるなな熱熱く死ない、はい、熱く死にたいいい死たと思いますもう僕ねありとあらゆる本読んでるでしょ勉強熱心でしょすごいでしょ毎日絵画これは開けてないですけどこれね今度新しい事務所に行ったら飾ろうと思います新しい事務所に飾りますよ毎日絵画これをこれを玄関に、あのー、こうやっとこうと思います玄関入ったら毎日映画っていう、ね まあ無駄に生きるな熱く死ねと、はい、熱く死ねたらいいっすね、はい、なんかいい言葉で最後締めましょうか「うん、依存するな一匹のライオンになれ」。 僕は鹿児島で一匹のライオンになりますよ。悩む頭なんてない。何も恐れるな。<laughs> 出てきましたよ。出てきました。自分にとって気持ちいい土地を選べ。まあ鹿児島ね。 大自然で僕は頑張りますよ。じゃあ、これで、これで、これで締めましょうか。迷ったら、腹をくくれ。もう腹くくるしかないです。うん、そうすれば、もうやるしかないですよね。いい言葉だ。本は読みましょう。はい。ということで、もう三十分枠、まさか、このシリーズでね、三十分、結構長いですよね。 最近ちょっと短めに終わらしてたんですけど終わります。